柔道整復師科教員の三木光太郎です。私自身が、小学校、中学校、高校と、野球をしてまして、その中で、とっても周りに比べても怪我が多い、怪我に悩まされた、選手だったと自分で思ってます。そんな中、怪我するたびに、両親に整骨院連れて行っていただいて、こういうふうに、選手をサポートするお仕事っていうのが世の中にあるんだっていうことを知りまして、怪我していく中で、先生と、会話をして、こういう道に自分も携わりたいなって思う気持ちが、高校生の頃ぐらいに強まってきて、そこからですね、どこに行けばこういう仕事ができるんだろうっていうのを調べて、この道に入りました。私は、スポーツの世界に、興味を持って柔道整復師の、資格を取りました。整骨院に勤め始めまして、実際の現場では、スポーツしている人ばかりではなくて、一般の、主婦の方やお仕事をしている方、ご年配の方など、たくさんの人が、それぞれいろんな悩みを抱えて来院されます。で、そんな中で誰しもが、最初来た時は、すごく辛そうな、しんどい顔をされて来院されるんですけど、日を追うごとに、だんだんその辛そうな顔がなくなってきて笑顔になってくる、そういうところを間近で見れるっていうのも、であると思います。でまた、スポーツの世界に携われることができたら、チームの勝利だったり、個人の勝利、選手のキャリアアップやキャリアダウンを、これもまた間近で選手の顔を見ながらやっていくことができる、これも柔道整復師の魅力であると思っています。柔道整復師の業界に長きにわたって活躍されている先生が、いらっしゃること、スポーツの業界に、携わっている方が、教員をしていること、この2つを合わせて、柔道整復師科として、柔道整復師の業界に古くから伝わる技を学べること、それに合わせて、スポーツの業界の話や、授業では、入り込めなかったところまで、スポーツに携わっている先生から、話をさらに聞くことができることだと思っています。私は整骨院もスポーツの業界も両方携わってきました。それぞれにそれぞれの素敵な魅力があると思います。なので僕は、とにかく長い期間たくさんの人を笑顔にしてあげれる、そんな柔道整復師を育てていくことができたらいいなって